始まりました声優表裏。この番組のアシスタントを務めます大川遠井です。皆さん気軽に遠井って呼んでください。そしてはい、大塚美瀬です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回で第1回目となるこの番組なんですが、はい、リズさんの素敵な声優友達の方をこう連れてきていただいて、はい、見てくださっている方、気になることをバシバシこう聞いていこうかなっていう、そういう番組なんですよね。そうなんです。もうこのね、あの外に出られないこの時期に寂しいので、あのここの番組の中で会おうかなっていう。なるほどなるほど。まずは自分が寂しいからこの場を使って会ってやろうみたいな、そういうことなんです。まあでも私のお友達本当に素敵な声優さんがいっぱいいるので、ただこう話してると、わ、この話私が聞くだけじゃもったなくないって、せっかくなのでこの楽しい時間をみんなと一緒にっていう、そういう番組でございます。どうですか、水さんから見て今回のこのゲストの方どんな方ですか。この人ね、はい、最初私すごいしっかりしてるんだと思ったのね、うんうんうん、美人さんでピリッとしてるかなと思ったら、そうですよね、ボケボケで可愛いの両方の面が2つ持ってて、うんうん、でも可愛らしいけどなんてしっかりしてるんだろうみたいな、不思議な魅力のある人なんですよ。なるほど。早速お呼びしましょう。今回のゲスト、この方です。水江さん、遠井くん、呼んでくれてありがとうこんにちは、水江くんです。すごいというわけで今回のゲスト、声優那須めぐみさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。ちょっとね、素敵すぎてもうあの心拍数が上がっちゃうぐらいの感じなんですけど、ワクワク1回目ですよね、うん、そうなんね。もうね、まずありがとうございます。もう大変光栄です。ね、ありがとうございます。こちらこそ。一番最初にすぐいろいろ返事をくれためぐちゃんが出る出る大丈夫って言って、いいよいいよって2つ返事で言ってくれたのがすごく嬉しくてもうこれはめぐちゃん第1回目って。まず1つはやっぱり自粛中で私も何かをしたいっていうのと、うん、やっぱり私水江さん本当にもう心から尊敬してるんですね。そんな水江さんに声をかけていただいてもう嬉しくて嬉しくて。ありがとうございます。もうこちらこそありがとうございます、ね。で、はい、まあ、この関係がじゃあきっとね、わからないあの人もいるかもしれないので、うん、ちょっとだけ説明すると、はい、私がねチームでインプロっていう即興演劇をやってる仲間がいるんだけど、声優さんと一緒にインプロをやろうかっていう勉強会みたいなチームがあって、その勉強会に来てくれてるんだよね、めぐちゃんね。そうですね、私もインプロのお師匠さんです、うん、っていうとこで、もう何年ぐらいの付き合いだろうな。でも2、3年だよね。いいですかね、うん、2、3年で、はい、もう最初すごい私本当しっかり者なのかなと思ったら、はい、あのね、こう付き合っていくにつれてどんどんなんかそのぽやっとしたとこだったり、あ、忘れてましたとか可愛いわっていうとこと、でもあ、ここ一番みたいなとこにピリッとくるっていう、両方持ってて素敵だなっていつも思って。自分ではこう常にしっかりしているつもりなんですよ。でもどうしても抜けちゃうんですよ。どうしても抜けちゃう。抜けちゃうんですよ。なるほど、まあ、そんなあの那須めぐみさんなんですけど、はい、まあ、もちろんご存知の方たくさんいらっしゃると思いますが、ちょっとこのあたりでね、代表作だったりとか、うんうん、どんなことをなさってきた方なのかっていうのを僕の方からちょっとご説明をさせていただいても、はい、よろしいでしょうか。はい、那須めぐみさん、声優としても大活躍なさっていて、専門学校の講師だったりとか、あとこれウィキペディアを拝見するとオールナイトニッポンのアシスタントもなさっていた、そのラジオのお仕事もなさっていたっていうようなことがね、ウィキペディアからも読み解くことができたので、この話もちょっと伺えたらなと思います。そして代表作としてはデビュー作たこ焼きマントマンのたこ焼きピンク、ゼンマイ侍のズキンちゃん、リリーのアトリエのリリーなんかもなさっているという、このねリリーの声でおなじみっていう方もね中にはいるんじゃないでしょうか。あとはメモリーズオフの今坂ゆえちゃんだったりとかね、本当にね可愛らしいキャラ役どころたくさんやっていらっしゃる声優さんということになります。じゃあまず最初あのデビューは、はい、たこ焼きマントマンのピンクマンなんですか。はい、ピンクマン、ちょっとそれちょっとそれ混ざってますけどね。ダメダメ、たこ焼きピンクです。たこ焼きピンクですよね。ピンクマンたこ焼きピンク、これね、はい、僕本当にねたこ焼きマントマンを見て育ったというか、夏休みとかずっと見てたとかね、そういう時期があるぐらいで、まさかこういう風にね、お会いできる未来があるとはっていうぐらいなんですけど、あの頃の俺に教えてあげたいね小学校時代の俺に教えてあげたいね。いやーなんかね感慨深いですよね。本当に光栄ですそれはなんかオーディションで受かったの。あ、オーディションです、うん、はい、
初めて受けたアニメのオーディションです、うん、初めて受けたアニメのオーディションで、はい、通ってでこの役をなさったってことなんですか。そうです。それまではなんかその演劇のお仕事はしてなかったの。あ、でも私あの17歳くらいから名古屋の東海テレビとかでちょっとそのバラエティ番組に出させていただいたりちょっと芸能活動はしてたんですね、でそれから声優になりたくて東京に来て専門学校に入って、それで専門学校の中でまたちょこちょこオーディションを受けて、でラジオのお仕事だったり OVA わかります？うんうん、オリジナルビデオアニメ、はい、OVA だったり、うん、昔あったね OVA ってね、はい、今ないかなわかんないけど、うん、そうですね、あとラジオドラマだったりとか、うんうん、そういうものはちょこちょこやってたんですね、うんうん、で専門学校卒業して初めて受けたオーディションがたこ焼きマドマンでした。そこまでの蓄積はあったんだねきっとね。そうですね、でも初めてお芝居やったのは高校1年生の演劇部です、でもう演劇が楽しくて楽しくてもう勉強しなくなっちゃったんですよねでもそこに行くぞって言って親を説得してみたいな感じ、はい、説得してここ2年生かな、うん、あの名古屋でお芝居を習いに行って、それでもうハマっちゃいましたね、うん、親は結構最初のうちは反対しなかった？大学行けとか。親は、うん、みんな芸能人になりたいと思うんだよ子供はって、なるほど。そうだから、うん、またこんな夢語っちゃってるけど、うん、どうせなれるわけないから、分かった分かった、じゃあ名古屋でお芝居習いに行け、どうせできないから、どうせダメだからって言ってこう、それで高校卒業する前にみんながこう大学に、ね、進学しようと思って勉強するじゃないですか、うん、その頃に私がまた専門学校のオーディションを受けたりとかして、でそれを見て、ああ分かった分かった、行ってこい、どうせ1年で帰ってくるから、どうせ1年でダメだから行ってこい行ってこいってめちゃくちゃ反対だけど、あの喧嘩して喧嘩して、分かった分かった分かった、じゃあ行ってこい、1年後に帰ってこいって言ってこう最後に押された感じです。もう反対はされましたね当然ね、うん、でもあれだよね、結果こうやってね声優さんにちゃんとなってるんだからね、うん、よかったね。あ、そうですね、デビューしてからは、うん、両親もすごく応援してくれましたね。特にお父さん仲良しだよね、だったんだよね。すごい喧嘩はしてたけど、なんか最終的に仲直りしたんだっけ。そうですね、喧嘩するほど仲がいいって言いますよね。ただどうしてそうなったかっていうと、ラジオに例えば公開録音に突然やってきてお父さんがやだやだやだとか、あとこうラジオの中で突然、はい次のコーナーはめぐみちゃんのお父さんと電話がつながっていますとかみたいなことがいっぱいあったんですよ。お父さんちょっと出たかいだったのかな。そんなことないキャラ濃かったですね。そんでじゃあそのたこ焼きマントマンでねデビューして、その後の次の大きいのって言ったら、あー次は何になるのかな。やっぱゲームのお仕事多かったんですよね。メモリーズオフだったり、でもリリーのアトリエもその頃だし、ガンダムのノエル・アンダーソンやらせてたり、アニメで言うとビストロレシピ、レジェンズ、蘇る竜王伝説とか、なんか印象だとたこ焼きピンクとか、あとはズキンちゃんとか、まあちょっと丸っこくて可愛いキャラをやってたりとか。そうなんです。かと思えばまあいわゆる美少女キャラみたいなのももちろんなさってて、可愛い役どころをやってるっていうのは一貫してるのかなって僕印象があるんですけど、なんかでも私の姉妹は、はい、萌え系じゃないらしいんですよね、はい、萌えじゃないっていろんな人に言われましたいろんな人にちなみにね、あれなのよ、あの伝媒侍のズキンちゃんって、その旦那さんの脚本デビューがズキンちゃんって、デビューだったんですね。え、ズキンちゃんの回？そう、ズキンちゃんの回だった。すごい、すごいでしょ。それすごくないですか、すごいことですね。好きな縁だなと。好きな縁ですね、うん、私がお芝居をやる上でやっぱりどうしてもその似たり寄ったりの、だいたい17歳が多いんですよ。ゲームのキャラクターとかね、で全部17歳同じ声で同じ喋り方だともう絶対つまんないじゃないですか。だから私は与えられた役は全部変えてやろうと思って、あーすごい、もうつけてお芝居変えてきてます、うん、多分被ってる、あ全く同じっていうのは多分ない
ないんじゃないかなって。あーすごいですね。ちなみに言える範囲でいいけど、ちょっとずつどういう風に意識してるか教えてもらってもいい？この子は気が強いってなったら、ベースを気が強いにするから、そこからこう、うん、性格作りを周りを作ってって、この子は気が弱いとか、この子は優等生とか、うんうんうん、天然ボケで、天然ボケもちょっと多かったんですよね、私的にでなんかちょっと得意そうだもん、天然ボケ優等生タイプにしたり、優等生でこう抜けるとか、そもそもしっかりしてないとか、なんかちょっと気が強いけど抜けるとか、なんかそういう風につけてました。この役だからこういう風にしようって思うんじゃなくて、私がこの役をやったらどうなるかなって、もう常にこう私目線でやってきたので。どれがやりやすいとかある？確かに優等生と天然となんとかととか言って気になります、ね、一番やりやすいのって。一番やりやすいの、そうですね、すごく迷いますね。天然は天然で楽しいんですよね。あ、わかる、これ私もやるわみたいなやっぱりわかるわかるわかる、あ、こう突っ込みたくなるよね私もって思いながらこうやるんで、うん、だからこの優等生とかになった時に隠しきれない自分がいてやっぱどっか出ちゃうんですよ、私らしさみたいなものが。でその時に最初はやっぱり、あ、これじゃダメだダメだ、この天然の部分を捨てようって思った時期もやっぱりあるんですよ、うんうんうん、そしたらつまんないんですよ、芝居がもう全然面白くない。なんかそのね、型にはまる感じの芝居になっちゃうもんね、めぐちゃんがやる意味がなくなっちゃうもんね。そうですよね、うんうん、だからいろんなタイプの役者さんがいると思うんですけど、もう私はこれでいいのかなってもう思ってやってきてますね。役として、あ、これ一番自分と近かったなとか、やりやすかったなみたいな役ってあります？いやでもやっぱり今坂ゆえちゃんかな。メモリーズオフの今坂ゆえちゃんは多分かなり当時の素の自分に近いと思います、はい、今やったらやっぱりちょっとなんか変わってくると思うんですけど、その時の年齢なりの自分らしさってありますよね、うんうん、だから18歳の時に例えばズキンちゃんをやったらまたちょっと違うズキンちゃんになったんだろうし、うん、あの時のあの年齢でとてもやりやすい役でした。で一つ理由があって、ちょっと癖がある喋り方をするんですよ、はい、ねね元気ねねねってこういうちょっと癖がある喋り方をする役なんですけど、これ三河、私あの中学高校三河で過ごしたんです、うん、愛知県の三河地方が、あのね私ね、あ、そうだったんだ、ね、みたいなね、そうそうそう、だからあの時にやっぱ役をいただいた時に、やっぱりこの自分らしさっていうか自分の素をこう改めてこう感じて台本を見た時に、ああいう喋り方になっちゃったんですよね。だから後にも先にも多分ああいう喋り方をしてるのはあの役だけだとは思うんですけど、もうあれはあれで本当にあの時の私なんでしょうね。だからなんかその役に血が通う感じがするんだろうね、うん、そうです ね昔の作品こう改めて聞いたら、うわー恥ずかしいみたいなところはねどうしても出てきちゃうと思うんですけど、あの時の味はもう出せないので、もうそれはそれでいいかなって。ちなみに私はそのオールナイトニッポンのアシスタントをやってたっていうのを、今回こうめぐちゃんってどういうお仕事してたんだろうって私も勉強し直した中で知って、はい、あー、オールナイトニッポンって私とかにとってはもう、なんか憧れ中の憧れだから、はい、そんなアシスタントやってたんだびっくりと思ったんだけど、やってた頃ってどう？それはオールナイトニッポンの中のアニメ声優コンテストっていうのがあって、それでグランプリをいただいて、たこ焼きマント前の前に先にそっちでデビューしたんです、はい、だからいいの私がみたいな夜中に行くの？生放送だよね。はい、そうです。夜中に行くし、しかもデビューして半年ぐらいかな、いきなり30分の枠をもらったんですよ私の。怖い、大丈夫、怖いね、すごいね。しかも台本何も書いてないんですよ、ラジオって。そうだよね、フリートークって。オールナイトニッポンはもう何にも書いてなくて、あ、そうなんだ。いやあれはちょっとびっくりしましたね。すごい。で最初は多分すごいたどたどしくて何にも喋れなくて、あたふたあたふたみたいな感じだったと思うんですけど多分、1年ぐらいあったのかな、あれ。はい、その間にやっぱりいろいろ喋れるようになってきて、まあ、経験って大事だなって思いますね。みゆさんがお題を考えてくれて、はい、今までで一番辛かったこと。ずっと自分が馬になって目の前に人参をぶら下げられてて、でずっとこう走ってる馬の気持ちになった時期があったんですよね。なんだろう、すごくものすごく辛かったです。
りたいと思います。